力と女の世の中は1933年に公開された日本のアニメ映画、日本初のトーキーアニメ映画である。3巻617メートル、白黒。主人公はサラリーマンで4人の子供の父親である。彼の妻は身長180センチメートル、体重120キログラムの立派な体格の持ち主。共済家の彼は、 会社のタイピストと浮気をするが、寝言から妻にバレてしまう。妻はその証拠をつかもうと、夫の会社へ向かうが、昭和2年、アメリカで世界初の長編トーキー映画が公開されると、日本でも各映画会社は研究を開始。松竹蒲田撮影所所長の木戸志郎は、トーキーの導入に熱心で、昭和6年、戸橋武雄、戸橋春雄兄弟を支援して、 国産のトーキー開発に成功。これを受けて、国産初のトーキー映画、マダムと女房を制作公開した。昭和6年、この成功を踏まえて、日本映画全トーキー化を掲げる木戸史郎は、次にトーキーの動画映画制作を企画、個人の責任で、新進のアニメ制作者だった、正岡健三に制作を依頼。正岡は、約一年かけて、本作を制作し、 昭和7年10月に完成。昭和8年4月13日に公開された河津三遊史に続いて4月15日に公開され、日本の陶器動画映画第2弾となった。本作はまず、浅草帝国館で上映され、大成功を収めたため、木戸はこれを全国小地区系で公開。続く昭和9年、再び、正岡と組んで、仇だちからす。 ギャングと踊り子を制作し、好評を得た。しかし、映画監修の立場では、動画の短編の一本立て公開は無理との理由で、劇映画の添え物としてしか上映されなかった。このため経済的になり立たず、日本のディズニーを目指した、木戸の陶器動画映画制作の夢は、この3作で追えることとなった。 フィルムは紛失したと見られており、一部シーンのスクリーンショットが現存するのみである。当時は声優という職業はなく、俳優が声の出演をしていた。当作品は、松竹の肝入りで有名スターが起用され、話題となった。ありがとうございます。